みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。本日はこちら、ババン！ストライモンのタイムラインというディレイエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。まあ、いろんなメーカーさんからディレイエフェクターがすごいたくさん出ていますけれども、現段階でこのタイムラインというエフェクターが一番最強のディレイだと思います。まあ、なんでかというと、あといろいろ紹介させていただくんですけれども、とにかくこの機能性が半端なく広いんですよ。すごい。いろんな音が作り込めますし、いろんな設定ができてしまうと。でも、まあ、結構価格のほうも普通に新品で買うと5万円ぐらいしちゃったりとか、あとつまみもすごく多いですし、操作性もそんなにいいというわけではないので、あんまり初心者向けという感じではないんですが、まあ、興味がありましたらぜひ参考にしてみてくださいという感じでございます。まあ、動画をご覧いただいている方々の中で、そもそもディレイって何よという方とか、ディレイエフェクターにはまだ興味がないんだよなとか、どういう音がするのかな、知らないななんていう方も結構いらっしゃるかと思うので、まあ、このタイムラインを今回実際使ってみて、いろんな遊びをやって、いろんな音を出して楽しんでいこうかなと思いますので、普通に買う、買わないを抜きにして、ちょっと楽しんでみていただければと。ディレイとはそういうものなのか、こういうタイムラインというエフェクターがあるのかと知っていただければ僕としては嬉しいです。まあ、もし仮に皆さんがそのギターをずっと弾いていく中で、ディレイに対して困ったことがあったならば、俺のニーズに応えられるディレイがなかなか見つからねえなんていう時がありましたら、とりあえずこれ買っておけば間違いないと思います。本当そのぐらい優秀、すごいです。まあね、この動画でひたすら絶賛する予定なんですけれども、そのぐらい素晴らしいです。で、まあ、今回も恒例のピクチャーインピクチャーで、画面ドンズババババーンという感じで、手元もお見せしながらやっていこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。で、本当はこの MIDI コントローラーとかを接続して、この足元でね、このいろいろペダルを使って、パラメータを変えたりとかしたいんですけれども、あいにくそういうのは持っていないので、普通にインプット、アウトプット、電源というシンプルなセッティングでいこうかなと思います。ではでは、とりあえずまあ、そもそもディレイって何なのよという話を軽くさせていただきたいんですけれども、ギターとアンプをつなぐじゃないですか。で、普通に弾けば、まあ、ギターの音はしますよね。で、このディレイをオンにすると何が起こるかというと、こんな感じで追っかけてきてくれるんですよ。で、まあ、この音を出している人、小人を、まあ、仮にボブだとしましょう。この小人をボブだとします。もしかしたら、わからないです。まあ、小人じゃないかもしれないですけど、もうこれボブです、ボブです。この中に今ボブがいるんです。で、ボブに、へいへい、ボブ、ボブ。君はなかなかいい音を出してくれているけど、もうちょっとゆっくり弾いてくれないなんていう注文をすると、ボブが、へい、ガッテン承知みたいな感じで、そのタイム感を指定すれば、それ通りに弾いてくれるわけでございます。それがこのつまみ。例えば、1000ミリセックにすると、1秒後にボブは音を出します。僕が弾いた後に、こんな感じで。なんで、うまい具合にやれば、その僕とボブ そのハモリとかもできるわけですよね。よし、いくぜ。こんな感じで、僕とボブの夢の共演が可能になったわけでございます。で、これを少なくすれば、数字を下げれば数字を下げるほど、まあ、ボブは早く返してくれるという感じです。で、他の注文としては、へいへい、ボブボブ、そんな1回だけとさ、そんな釣れないことを言わずに、もうちょっとこう何回かバッと返してくれよという注文をすることができます。それがこのリピートつまみ。これを上げると、ボブはちょっとこう大盛りで返してくれます。で、このタイムラインの場合は、リピートつまみをマックスに設定すると、ボブは半無限に永久的に音を出し続けます。ちょっとやってみましょうか。これがなかなかカオスで面白いんですよ。一回だけ。出すとこんな感じ。無限に続いてますね。で、こうひたすら繰り返していく中で、ボブはだん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 こう繰り返すだけじゃなくて、なぜかカオスになっていくんです。もうちょっとカオスになっているじゃないですか、すでに。で、まあ、ごめん、ボブ、さっき500って言ったけども、やっぱ800にしてくれという注文をおっしゃっします。へいが天井地位。OK、ボブ、じゃあ次は300だ。OK、ボブ。
ボブ大丈夫か、ボブ大丈夫か、どこに行くんだ、大丈夫か、大丈夫か、ああ、じゃあボブごめん、100、OK、ガッテン集中、ボブどっか行ってしまいそうだ、ボブどっか行ってしまいそうだ、帰ってこい、うわ、帰ってきたけどよくわかんなくなってしまった、普通にこんな音を一切弾いてねえのに、なんかしなきゃよくわかんなくなってきた、よし、ボブ500だ、OK。こんな音一回も弾いてないんですけどね、なぜかこんな音になって、ボブは今、リピートしてくれております。あ、なんか、新しい音が生まれてきました。ボブ大丈夫か、ボブ大丈夫か、ボブ大丈夫か。というふうな感じの遊び方をするわけです。リピートを無限にすると、こんな遊び方が、遊びができます。ちょっともう少し真面目にやりましょう。あ、もう十分真面目ですけども、真面目にやってますけども。タイムを500ぐらいでリピート1回としましょうか。で、その僕がギターソロを弾いたとします。OK、OK、ボブついてきてくれよと。じゃあ、僕今からギターソロ弾くね。よいしょ、行くね。ちょっと待てと。ちょっと待てと。ボブ、少しうるさくねえかと。俺今ギターソロ弾いてるのが邪魔をするなという注文をしたとします。そうすると、ボブは、へい、OK! みたいな感じで音量を下げてくれます。それがこのミックスつまみです。この僕の音に対して、ボブの音をどのくらいの音量にしますかというつまみでございます。これを低くすれば、ボブはちょっとこう、ちっちゃい感じで弾いてくれますし、このくらいにすると、僕とボブの音量が同じぐらいになります。で、さらに面白いのが、このままこっちに振り切ると、僕の音がゼロになるんですよ。ボブのみ。またこれも使いどころがあったりとかして面白いんですけれども、まあ、こんな設定もできるわけでございます。で、タップ使って、ボブはじゃあ、ごめん、こんぐらいでやってくれ。いろいろと今、ボブに注文しましたけれども、そのタイムだったりとか、その繰り返し回数とか、ミックス具合に関しては、これはまあどのディレイのエフェクターでも必ずついている装備でございます。ボブはもうすごい超ノーマルなエフェクターなので、どのエフェクターにも必ずついておりますし、こういうパラメータも必ずついております。で、ここからタイムラインのまたすごいところなんですけれども、ボブの音質を設定することができるんですよ。例えばこんな感じで。今これ、ボブは僕と全く同じ音を。繰り返してきてくれます。で、何気にこの僕と同じ音をボブが出すと、結構この音がね、このぶつかったりとか干渉し合ったりとかして邪魔くさかったりとかするんですよ。なので、ボブにちょっとごめんごめん、ちょっと俺と違う音を出してくれと、音色を変えてくれよ、ボブと。そういう感じにすると、またボブがガッテン承知という感じで、例えばこのフィルターとグリッドというものをマックスにしますと、ボブは歪みます。なぜかボブがすげえロックになってしまったみたいな感じですけれども、まあ、そんな感じでパラメータをいじるとこんな音が出てくると。他にも例えば、ボブボブ、ちょっとお前の音は少し重たいから、なんかこの低音をカットしてくれよという注文をすることができます。それがこの辺。やってみましょうか。僕の音は結構低音がもっこりしているんですけれども、ボブは全然スカスカになってしまっていると。してやったり。やったり、ボブしょべえなみたいな感じで、まあ、これでその干渉するのを避けることができるわけでございます。まあ、そんなところでしょうか。この音質調整のこのね、出来っぷりが半端ないです。全然まだまだいろいろあるんですけれども、ちょっと紹介しきれないです。で、またこのタイムラインのすごいところとしては、ボブ以外の人たちがまたたくさんいるんですよ。ボブを含め、ボブを含めて12人かな。のなんかこういろんなキャラクターがいるわけです。ボブもいるし、なんかジャックもいるし、なんかダニエルもいるし、クリスティーヌもいるし、なんかガニバチュロもいるし、バンバーもいるし、バンバーって誰だわかんないですけども、まあ、そんな感じで12人いるということです。それがこの辺の人たち。このデジタルっていうところが今点灯してるんですけども、これがそのボブです。別にボブじゃないですけども、まあ、ボブです。仮ボブです。仮ボブ。他にもその、ね、ここにこうあとこう変えていけば、まあ、いろんなエフェクターがあると。という感じでちょっといろいろ使っててみましょう。例えばこれ。D テープさん。D テープさんは、
ティーテープさんはこんな感じの音みたいです。ちょっとうまく設定が。まあ、ちょっとわかりづらいですけども、僕と違う音質でちょっとこう返してきてくれてるんですよ。で、1回だけ返してきてくれてるんですけども、これだけでもなんか割とこの空間が広がる感じになるんですよね。ちょっとやってみるとすると。こんな感じ。切ると。なんか1回返してくれるだけでも。なんかすごい広がった感じがしませんか？こんな感じで。一回返してくれるだけでも全然なんか仕上がりは変わってきますよね。他のエフェクターも覗いてみましょうか。98。これとか。あ、フィルターだ、フィルター。このフィルターという人、じゃあイザベラとしましょうか、イザベラ。イザベラは今、音を一回返してくれているだけなんですけども、ちょっと音色が変わってるんですよ。ちょっと聞いてもらっていいですか。ワオワオワオ。イザベラ、なかなか面白い音を出すじゃないかと。ちょっとボブとは違いますよね。で、例えば、僕が普通にこうアルペジオをするだけでも、すごいなんかこの豪華な感じがしませんか？エフェクター切ってアルペジオしてみると。こんな感じの音です。で、1回返してもらってるだけなのに。すごいなんかこの豪華な感じですよね。なんかすごいなんか一気になんか僕がなんか上手い人っぽくなっている感じがしませんか。で、他にもいろいろとこういうのを上げたりとかしてみると、スピード、速さとデプス、深さですね。イザベラがカオスになります。まあ、これはちょっとあの今わかりやすいようにすごい極端なパラメータ設定しているからこんなんですけど、まあ、これはもうちょっとこう、ね、緩やかな。例えばこの波を浅くしたりとか。スピードを遅くしたりとかして、まあ、このかっこいい音を探っていくわけでございます。で、僕はこのぐらいの音色が好きなので。まあ、これもまあ基本的ストライムの基本的なタイムラインの基本的な機能って感じでしょうか。他にもやってみましょうか。あ、これだ。今度はデュアルという人です。じゃあ D だからダニエルとしましょうか。ダニエル。ダニエルのこの大きな特徴としては、この返ってくるリズムがなんか不規則な感じですよね。さっきボブの場合は普通にポン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 って一定に返してくれたんですけども、ダニエルの場合はどういうわけか。なんかこんな感じで。不思議なリズムで返してくれると。このパターンっていう人もね、すごい。タカタンタンタカタンタンタカタンタンみたいな感じで面白いリズムを返してくれるんですけども、ちょっと今回ダニエルを使うとして。で、このダニエルを設定したときに、その僕は何をするかというと、もうダニエルのことは全く考えずに、この一定のリズムでひたすらこう弾いていくわけです。そうすると、なぜかすごいいい感じにかっこよくなると、ダニエルが勝手にこう装飾をしてくれるわけですよ。飾りを付けしてくれるわけです。やってみましょう。例えば。
すごい広がった感じがしませんか。ここは一定のリズムに弾いているだけなんですけど、ダニエルがすげえいい感じにしてくれていると。オープンにしてみると。まあ、こんな感じの普通のエレキギターって感じの音ですけど、ダニエルをオンにすると。こんな感じでかっこよくしてくれるわけでございます。もう一定のリズムで弾いてればいいので、まあ、でもいいですけどね。例えば。楽しくなってきました。なんだろう。いいの曲。このパラメータを切ってあげると、ダニエルはおとなしくなるという感じで。フレンジャーですね。フレンジャーと、なんかよくわからないメロディーが出てきましたけども、フレンジャー、大塚愛でしたね。まあ、そんな感じでございます。これがダニエルのキャラクターという感じです。で、まあ、ここからまたいろんな人を紹介してみたいんですけれども、これが特に面白いのがですね、このアイスって人なんですよ。この人が出すアイスビームがですね、すげえ強烈なんです。この音を出したいがために半分、このなんか、ね、タイムラインを手に入れているものなんですけれども、ちょっと聞いてもらっていいですか。すごい衝撃ですよ。これ半端ないです。例えば僕はなんかこうひたすらなんかこう音を一つ伸ばすとするじゃないですか。そうすると。別に上からやる必要は全くないんですけど、なんか音を適当に伸ばしてるだけでも、なんかすごい偉いことになってしまった。わあ、まるで宇宙にいるときのような、宇宙にいるときっていうか、まあ、宇宙行ったことないからわかんないけども、まあ、宇宙にいるような気分だね。わあ、夢の中の様さ。あはははは、うふふふふ。みたいな感じでございます。もちろん、その、コードを弾いているときでも、これはね、すごい夢の中に行けるので面白いんですよ。例えば、その C コードをバーッと弾いて。なんかすごくないですか、この後ろから来るこのアイスビームのこの。なんかこの、なんていうんですか、放力じゃないかなんか、すごいなんか、むしろなんかちょっと襲われてるぐらいの勢いで、ゴー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 つって、うわー、アイスビーム来たみたいな、なんかそういう、すごい壮大さがあると思うんですけども、これは半端ないですよね。これは平たく言うと、その、ピッチシフト的なことをしてるんですよ。で、そのパラメータもすごい細かくいじれるんですよね。例えば、タイムを、どうしようかな。タイムを500くらいにして、リピート1回ミックスを11にして、で、これだ、インターバル。プラス5って PS じゃなくてプラス5なんですけれども、パーフェクト5、つまり完全5度を付け出してるわけですね。ドの音を弾いていると、5度、あとソの音を出してくれると。で、これを例えばマイナーサードにすると、
フラットミノートを出してくれると。メジャーサードならばもちろん、ちょっと明るい感じの音を出してくれるという、そんな感じのエフェクターです。トリッ、トリッ、こんな感じです。オクターブとかもちゃんと指定できますし、例えばオクターブ。ボッペボッペで、オクターブ下とかも可能でございます。例えばこういう感じ。出てこない。なんか出てきました、今。はいはい、おーいみたいな感じで、なんか出てきました。音を伸ばさなきゃいけないのかな。まあ、なんかいろいろ細かい設定があって、僕もあまり把握しきれてないんですけど、まあ、そういうこともできるという感じです。なので、タイムをこのすごい短くして、ミックスを完全ドライ、あ、完全ウェットと、このアイスマンに 100% にして、で、リピートも0にして、やったりとかすると。オクターバっぽい使い方もできるかなという感じでしょうか。まあ、これはちょっと邪道というか、少し本来の使い方とは外れているんですけども、ちょっとこういう使い方も面白いですよね。上でこのオクターバーとして使ってみても面白いですし、オクターブ下でオクターバーとして見て使ってみても面白いですし、まあ、そんな感じのオクターバー的な感じです。でもまあ、面白い使い方としては、この実音があって、ディレイ音があって、さらにそのディレイ音に対するその完全語度があって、さらにその倍音があってみたいな感じで、こんな重なる音がすごいアイスマン面白いですね。宇宙、宇宙。宇宙、行ったことないからわかんないですけど、宇宙、まさにここは宇宙、ウェルカムトゥ宇宙、行ったことないけど、まあ、そんな感じでございます。こういうエフェクターもあったりとかするんですよ。ちょっと面白くないですか。で、他にちょっとやってみたいのが、ちょっと、あれ、どこだかわからない。これかな。あ、これじゃない。これ、じゃない。これ。これです、これです。これはリバースのリバコさんですね。リバースのリバコさん。まあ、その名前の通り、なんかこう逆再生してくれてるんです。逆再生。どういうことか、どんな感じかと言いますと、例えば、僕がこう、おやっていう感じ。おい？ん？お？ん？おいおいおい、逆やぞと。まあ、そんな感じのひねくれ者のリバコさんでございます。で、これの面白いところとしては、ずっとこのリバースをこの繰り返すことで、なんかこう、透明感があるというか、なんかこう不思議な空間を演出することができます。ちょっとやってみますと。こんなのとか、なんかすごい夢に出てきそうな感じですけれども。まあ、今のはちょっとそういうスケールを使ったから、なんか夢に出てきそうな感じですが、まあ、これをメジャースケール使えば。まあ、こんな感じの音色になる、音になるような感じでございます。なんかこれも、この音が僕の中で、なんか映画とかで、映画の中での主人公がこの記憶喪失になっていて、その記憶を取り戻す瞬間のシーンみたいな感じの音がするんですけど、なんかわかりませんかね。なんかその、このバーってこうなんか頭の中でなんかその思い出というか風景とか、なんかいろいろ人物とかわってきて、思い出してきたみたいな感じの。なんかそんな感じがすごくするんですけど、どうでしょうか。まあ、これは単純にスケールの問題なので、まあ、沖縄、琉球音階使えば。使えば沖縄っぽくなりますし、ディミニッシュスケール使えば。
夢に出てきそうな感じになりますし、まあ、これちょっとスケールの問題ですが、まあ、こういうリバコさんもいるよということでございます。で、次の音色は最後なんですけれども、これがちょっと面白いんですよ。音が劣化してるんです。音が劣化。僕の音に対して返ってくる音はデジタルで劣化してます。わかりますでしょうか。サンプリングレートというのがあるんですけれども、これを下げると、ちょっとやってみますね。下げると。なんか昔のパソコンのような、コンピューターゲームのミュージックのような。まあ、そんな感じの音がしますよね。サンプリングレートを上げれば、もちろんその高音質になるので、音がはっきりすると。で、他にもビットレートとかがあって、これを低くすると解像度が下がるんですよ。ちょっとノイズも多くなってきて。まあ、今これサンプリングレートが高めなんで、そんなひどくはないですけど。仮にサンプリングレートも低くして、ビットレートも低くすると、こんな音。ちょっとコンピューターゲームっぽい感じの音がしませんか。昔のコンピューターゲームの音って感じですね。サンプリングレートが低い音でございます。で、これでちょっと試してみたいのが、音を劣化させて、タイムをゼロに、ほぼゼロにします。で、リピートを1回にして、ミックスをウェット 100%、このローファイさん。ローさん 100% にするわけです。僕はもうゼロです。そうすると、まあ、そういうエフェクターをかけているかのような伝え方になるんですけれども、これがちょっと面白いですよね。なんかファミコンっぽくないですか？コイン取りまくり、まあ、そんな感じです。いつも僕はそのギターでそのファミコンの曲をよく弾いているので、なんかすごいネタがいろいろ出てきてしまうんですけど、まあ、こんな感じの音です。ちょっと面白いですよね。で、またさらに面白いのが、このまた細かく設定をいじれるんですよ。ビットレートとかサンプリングレートとかもいじれるんですけども、シミュレートそのものを選ぶことができるんです。この1番。これが何かのアンプのシミュレート、長いこの動画。何かのシミュレートの動画なんですけれども、例えばこれ4番にすると。これ何をシミュレートしているかわかりますか？多分わからないと思います。メガホンです。メガホン。このハンドメガホンのシミュレートでございます。あれもすごい音が劣化するじゃないですか。あの劣化をシミュレートしているのがこの4番。で、この5番。あ、間違えた。5番は何の音でしょうか？これも結構レベルが高いです。あれ？ 5 番の音。5番の音、これ何だと思いますか？これはですね、メガホンです。メガホンです。でもこっちは説明書によると、チアリーダー用のなんかプラスチックメガホンだったんですけど、違いがよくわからないんですが、まあ、メガホンです。これはメガホンです。メガホンってこんな音する気かなって感じですけども、まあ、ちょっとあんま使ったことないかわかんないですよね。で、7番がセルフォンなんで、携帯電話。まあ、そう言われればそんな感じもするという感じです。で、8番、これも何だと思いますか？これはインターホンだそうです。インターホン。インターホンってこんな音かなっていう感じですけども、まあ、いかんせん、人生まだ全然生きてないんで、
ね、ピンポンって来られて、なんかこう、ね、はいはい、もしもしみたいな、はいはい、誰ですかみたいな感じで出たときに、その、ね、来たぜ、こんちくしょう、ペーコ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 ーってやられたことがないので、ちょっとわからないんですけれども、僕もやったことないですし、まあ、今住んでいる家、そもそもインターホンないですし、ちょっとこれわからないんですけど、どうですかね、皆さん、その、友達来たときにそのインターホン越しにギター弾かれたことってありますか？もしありましたら、これ似てるかどうかちょっとコメントいただけると嬉しいです。インターホンこんな音かなと思うんですけど。で、まあ、この3番の音をちょっと使ってみましょうか。これ何の音かっていうと、70年代のクロックラジオ、時計付きラジオのシメトらしいんですよ。確かにこれちょっと温かみがあって面白い音。僕はなんか面白いなと思ったんですよ。これすごい好きだなと。で、さらにこのおまけ機能で面白いのが、これ。このプチプチノイズを追加することができるんです。D のときの表示だと、その僕が弾いているときにしかプチプチノイズってないんですけれども、もうちょっと上げて S 表示、S のときにすれば、まあ、常にプチプチノイズが乗るような感じです。ちょっとやってみましょうか。まあ、やるって言っても何をやるかわからないですけれども、例えば。こんなのとか、まあ、ちょっと雰囲気ありますね。追加したりとか音を劣化させたりとかもできると。まあ、これはローファイというエフェクターで、ローさんってやつですかね。ローさんなんですけれども、の紹介でございました。こんな感じで個性豊かな12人のキャラクターがすごいいて、でそれぞれの能力がすげえ半端ねえと。さっきも言いましたけれども、そのボブとか、そうだな、ダニエルぐらいだったら結構いろんなエフェクターにいるんですけれども、この全てのキャラクターがすげえポテンシャルなんですよ。まあ、ボブといっても、一言でボブといっても、すごい細かい設定ができるボブと、ハイパーボブですね、スーパーボブです、もうウルトラボブ、もうそんじょそこらのボブじゃねえぜと。もうタイムラインの中にいるボブは、舐めてもらっちゃ困るな、痛い目見るぜ、あはんみたいな、そういう感じなんですよ。一応、真面目にやっております。まあ、そんな感じで、このいろいろバーッと遊ばせていただきましたけども、どうでしょうか。なるほどね、ディレイってそういうものなのねと、なんとなく分かっていただけたかと思います。で、こういういろんな音色を作れるのも、まあ、これは単純にこのタイムラインの性能という感じですね。なんかいろいろこう劣化させたりとか、もうそういう機能ついているディレイというのはなかなかないので、本当に興味があったら、ちょっと触ってみていただけると嬉しいなという感じでしょうか。まあ、楽器屋さんで見かけたとしても、こんなインターフェースなので、使いづらいというか、マニュアルがないともう何もできないと思うんですよ。なので、プリセットをね、ちらちらこういじって遊ぶだけという感じになっちゃうと思うんですけれども、まあ、本当に触ってみると結構衝撃を受けると思うので、特にアイスビーム、アイスビームは一回体験してみてほしいです。アイスビームをチョイスして、3弦開放を弾いているだけでも、ふわ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 、なんじゃこりゃーという感じになるので、その衝撃をぜひとも体験してくださいませ。そんな感じで、今回はストライモンのタイムラインのご紹介でございました。機会がありましたら触ってみてください。それではさようなら。